なたが先手。対局開始。なんすかこれ。プロでも10切れ6段なのに、10切れ8段って、なんすか。あ、でもこの方あれか、2勝1敗で1回勝ってたけど、なんか鬼神連打して勝った方か。なんか1回鬼神連打して謎の勝負して勝った記憶はある。いや、ええてー。泣いてー。泣いてー。いや、どうしようかな。相掛かり系の将棋に持ち込むか。ちょっと一手損、先手番で一手損角代わりにして、角代わりに持ち込もうかとも思ったんですが、ちょっと相掛かりしてみます。これで横歩取るのが多いんですけど、横歩取りはな、なんか、いろんな危険な変化がはらんでいるので、差しこなすのが大変というか苦手。というわけで、かわします。はい。かわします。弱気と言われようが何だろうが、かわします。はい。10切れ8段はやばいやろ。10切れ8段はやばいやろ。どうしたらその域に達することができんの？マジで。マジで何なんですか？なんかな、鬼神って感じでもないしな。今のところ。歩ついて。まあ次は歩ついて、銀上がるとか、まあそういう駒組みしていく感じですかね。なんか今外で謎の音したから何かと思ったけど、よくわからんかった。まあ歩ついて銀上がって、とか、まああと下段飛車引いてとかそういう手を指していきたいですね。これまあ次銀出られんの嫌なんかな。歩取り。それ嫌がるならまあ角交換同銀に銀上がっといて、銀出られたら銀上がっとくっていう感じ。まあそれでいくか。まあ自分から角交換すると一手損して、いやて、それでも来んの？それでも来んの？銀上がると角打ってしばきますってこと？あ、そっち。歩取り。銀出て同銀同角。しかしまあ、歩ついてかわしとくと、歩ついて銀出てきたら、まあ同銀同角に、次角成り狙われてるから、まあ銀打って8筋受けとくみたいな感じで。まあそんな潰れてるとは思えないですけどね。銀出て同銀同角銀打ち。いや、この角一本で潰れたらさすがにやってられません。はい、さすがにこの将棋というゲームやってられないんで大丈夫。将棋を信じてほしい。将棋というゲームを信じれば耐え。まあ銀出て同銀同角に次、角成り同金同飛車成りまで食らっちゃうときついから、まあやっぱ銀打つ。まあ下から打つっていう手もあるけど、まあ同銀で。まあでも下から打つなら普通上から打った方が駒の働きとしてはいいよな。まあだから上から打つか。で、銀出て。まあこっちも銀で形整える。あ、角。ああ、次銀がうるさいんか。銀なり同金同角なり。あ、次銀受けにくい。え、銀受けにくいんですけど。え、銀の受けにくさ異常じゃない？銀打たれて銀なり狙われたら、ここに角打ってこう打って受けるようじゃさすがに角隠居しすぎて思んないし。角ここに打ってここ受けんのは夫婦で角といじめられるし。銀だけでしばかれちゃうのこのゲーム。あ、まあ、銀って角打てばここ足せて受かるか、別に。あ、銀で別に角でいいか。じゃあ歩ついとこ。銀に角があるのを忘れてました。
なんかここに角打つ受けってたまに出てくるんですよね。俺は歩突きに角引きを用意してる。まあ、一本ついとこかな。ここに引かせれば、この桂頭攻め、桂頭への睨みが消えるんで、まあ、突くのはこっちにとって損はないんじゃないかと言っていきたいところ、言っていきたいとこなんですが、実際のとこは不明。それ飛車使えてないし、一回飛車引こうか。さすがにね、こいつ使えないままではやってけないんで、引いといて。形勢どうなんやろ、これ。謎やな。形勢謎すぎる。まあ、こっちだけ銀た手放しちゃってるんですけど、相手は角手放しちゃってる。まあ、これ、でも結局、こう、お互い角銀手放した格好か。でも、そう考えると、この角の形が悪いから、微妙なんかな。一回右玉にしとくか。え？ああ、そうか。玉動いてここ弱くなったから同金に銀なりありますやん。もう、勘弁してもろて。一瞬の隙も、音速で隙ついてきたんですけど。いや、勘弁してもろて。勘弁してもろていいですか？いやー、それ受けむずいかー。同金銀成。それの何が嫌って次、成銀入られると角詰むんですよね。だから銀上がって、成銀入ってきたら角上がる余地作るっていうのあるけど、同金銀成、銀上がると、成銀引かれて銀取りが普通にうるさそう。まあでもそれで銀引いて、粘る？いや、粘れてんのかな？ちょっと角の逃げ場所作った。これで引いといて。つら！つらすぎる。出て引いて。こっち何もしてないのに、出て引いて。手損しただけなのに、相手は成銀をしっかりと活用できてる。つらすぎる手順。しかしこの将棋というゲーム、マジで倒れなければ最後までわかんないんで、トッププロでも勝率 AI 評価99%のところから逆転したりしますから、全然ある。なんなら次角出てさ、こう利かして、歩突き同歩角成、同金同飛車成とか見せれば、結構うるさいんちゃう？いや、結構ある。全然ある。なんかこう決められたわけでもないし。それは次に何を狙っているの？まあ、成銀寄って同銀同角ってこと？まあ、角上がって受けとく？この地点。なんか切って同金、銀打ちが飛車金両取りっていう筋があるから怖いけど、まあ、ここに銀打たれるのは玉守ってるから、大丈夫やとは思うよな。でもなんか玉をなんかうまいこと無理やり動かせて、この銀打ちを実現させるとか、そういうことになりかねないのはなりかねないんで、怖いのは怖い。まあでも怖い怖い言っててもしょうがないから。ええ同歩は歩。同銀なら、飛車取るっていうね。嫌すぎてすごい声裏返ったんですけど。というかそれ角なれるんですけど。同金同飛車成。いやーでも角なって同金同飛車成も歩打って受けられて大したことないって言ってんのかな。飛車成って歩打たれた時頭金で詰みって言いたいけど同角があるんで。いやーしかしこれは成る衝動抑えられないでしょう。同飛車成で。王手飛車。ありがとうございました。また10個の人当たったんですけど、この人当たり勝ち。
この方当たりがち。イルカちゃん並みに常駐してんのかな、この方。めちゃめちゃ当たるんですけど。何故？結構段位も離れてると思うんですけど、なんでそんなに当たるんでしょうか。まあでもこんな、こういうのはあれやけど、10切れ6段とか10切れ7段ってほぼいないしな。何人いんねやろ、世の中に10切れ6段、10切れ7段って。ほんと数えるほどしかいないイメージなんですけど、どうなんでしょうか。そんな中、10切れ8段はマジで意味わからん。マジで意味がわかりません。いや、どうしようかな。どう戦っていく？まあ、現代調の金上がるやつやる？現代調の将棋指しときます。金上がって。まあ、端歩は冷静に受けといて。まあ、こっちも受けといて。銀上がってきたら銀上がって。まあなんかこれ普通の角換わり。これ一手損角換わりなんですけど、普通の角換わりでよくある将棋と似てる。何が違うかっていうと、こっちが一手損してるんで、歩突きが入ってないんですよね。で、それが損なようで、こっちに桂馬を跳ねる余地があるから、得な可能性があるんですよね。で、相手は、この歩突きが入ってないことを咎めるために銀出てきましたね、これは。っていうのも、ここで歩突きが、普通の角換わりなら歩突き入ってるんですけど、歩突き入ってたら、歩突き同歩同飛車で一歩交換できるところを、あなた一手損角換わりだからできないでしょと言ってるわけですね。で、歩突きの、ちょっと系統攻めを見せてきてると。まあでも歩って突かれたら困るもんなんかな。別に銀引いといてもいいような気がするんですけど、ここで歩突いとくか。で、歩突きに、それは歩突けばなんかこれ、すごい手の損得はややこしいんですけど、普通の角換わりの、こっち先手番の角換わりと同じ局面になりましたね。こっちが先手。で、そこで玉引くのは歩突きで危ないとされてて、なんか知らんてきた。同歩は桂跳ねでいいはずなんですけど、なんか変化してくる。歩突いたら飛車回ってくんの？まあもう桂頭も絡めとくか。気合で。で、歩突いて。取って桂頭攻めは、取ってきた瞬間に取れば、桂跳ねの逃げ道作れるから、まあ耐えでしょうね。で、取り込めれば、こう、歩打ちの、歩打つ手もできるし。同歩は同桂で、銀かわしてきたとき、毎回歩で桂馬支えるんかな。で、銀動くと2筋の歩交換できるようになるから、その後2筋の歩交換して、ここの歩打ちを狙うと。まあ、これは取りますね。いやー、なんか飛車回ってきたし。歩打つと歩切れなるから、そこで飛車走って、ここに歩打って飛車成りを受けることができないって言ってますね。いや、ややこいって。いや、ややこいこれ。非常にややこい。角は、飛車取りと角成り。角に飛車走って、歩打って飛車寄っても桂頭バーンってことか。確かにそれはちょっと嫌か。なんかないの？それなんかはあるんでしょうけど。歩打ちはさすがに飛車走られて、相手の思うツボすぎる。桂跳ねは、銀。そこで歩で支えてもなんかもう取ってきて、同歩同銀、同銀同飛車とかでガーンって来そうやもんな。それはちょっとこっちも怖いですよね。どうすんの？こういうのどうするんですか？いやーまあでも桂馬跳ねるんかな。で、歩で支えて。まあ来るよね。同歩、同銀、同銀、同飛車。
金かわしとくとかないんかな、同飛車に。もう角とかぶち込んでくる、それ。同飛車に金寄ったら角ぶち込んできて、同金同飛車なりとか。なんでここで止まってんの？止まり方エグすぎ。え、これ同飛車以外あんの？いや、ちょっと最近達成率落ちてるんで、ちょっと、もらいます。すいません。ありがとうございました。また？どんだけ当たんの？どんだけこの化け物と当たったら許されるんですか？私はこの化け物にどれだけいじめられたら許されるんでしょうか？やっていきましょう。いや、低いな。えぐすぎない。さすがに。マッチング的にもおかしくね？ 3 階級離れてるこの2人が、こんな頻度で出会っちゃっていいんでしょうか？なんか普通の櫓ですね。昔ながらの櫓とかしてますけども。まあでもな、なんか最近は、ここで、銀、てかな、ここで銀上がってな、急戦してくんのが結構有力なよな。まああとは歩突くとか、金上がってきたら、まあ持久戦志向ですね。金上がると、この矢倉の急戦って中飛車にする筋がよく出てくるんですけど、それがなくなるんで、結構ね、金上がってくれると持久戦って感じなんですが、これはもう明らかに急戦。露骨に急戦と。露骨に急戦といった感じなんですが、まあ、角引いて。そんな来れんの？それってそんなもん来れんの？同歩同桂、銀上がり。歩突き同歩同飛車みたいな。まあでも最初にぶつかった歩を取れないようではって言われてるから取ってみる？あ、なんかもう歩突きも絡めちゃおうみたいな、そういう話。ヤンキーですやん。いや、相手の方、バチクソヤンキー説ある。バチクソヤンキー説ある。うわーい。まあ、これは同銀は角成られちゃうから、同歩の一手。あ、まあでも、8筋だけ突き捨てて、桂馬跳ねてきましたね。打って。で、取ると取られるから、まあ、こっちも取れないから、まあ、こうやって飛車先の歩交換して、まあ、角ここに引いとく感じかな。これは相手の方、歩打たないと、こっちから歩打って、同金に角切って、同金、飛車成りっていう筋があるんで、まあ普通打つんですけど、角引いてこう牽制しといてどうか。どうなんすかね、こういうのは。嫌なんかな。まあ一回歩ついて。歩ついちゃうと、こう歩ついちゃうと銀銀が角歩両取りになるから嫌と思ったけど、銀は角道止まるんで、その隙に桂馬取れますね。で、端歩はこの囲いを崩すのによくこっちから桂馬打って桂成りっていうのが急所なんですけど、この桂馬を消したいって。銀上がって使いたいけど、あいにく同桂成りがある。じゃあ銀引くか。で、銀こう使っちゃう。こっちの方がいいかな。こっちやと角の引き場所なくなっちゃいますもんね。こう使うか。なんかこう使って、バチクソ殴りに来た。同銀は香車取れる。同歩は歩打ってきて、同歩同飛車が桂取り。歩って受けても、飛車切って同金同角で金銀2枚取られるからきついってこと。確かにそれはきつそう。それは素直にきつそう。え、じゃあ同歩も同銀も取れへんか。え、嫌なんですけど、じゃあ。え、じゃあ嫌なんですけど。え、どうすんの、これ。え、どうすんの、これ。これ世の中的には困ってるってやつ？いや、まあ、攻め合うか。
まあ、相矢倉戦なんて攻め合ったもん勝ちですから、攻め合いましょう。歩打って。これはまあ、急戦矢倉のこの後手を崩す手筋で、歩打って。まあ、同金と取ってきた時に角出るっていうのが手筋で、まあ、以下同金なら同飛車で、角頭を攻めていけば2筋が受けにくいと。角かわしてくんのか。それなら、歩ついて、角道止めて、同歩の時、同銀で角取りにして受けていけるから、ちょっと5筋ついて角道止めてみる？ああ、そこで取って。そこで取ると？今度は角道止めてるんで、こう飛車から飛車、同金同角みたいな筋がないですね。これ同銀で？おー。いや、こんなん引く人おらんのかな。同銀？引いたら拠点きついもんな、拠点残んの。でも同銀も同桂なりで銀取られんのきついよな。いや、歩打たせちゃ自信ないか。しゃあなし引いてみたけど、なんかもう逃げる気ないし、角。もう角逃げる気ないんですけど。ああ、そうか、これ、まあ、歩なりきついから同歩って取るけど、同飛車で、歩打った時飛車切ろうとしてんのか。同歩なら銀取れるし、同銀なら香車取れるみたいな。うますぎるて。いや、うますぎるて、マジで。1秒でなんて読んでるんですか？ 1 秒で3、1億と3手読んでると言われたのが佐藤康光九段ですけど、それ9説ある。それ9説ありますね。か現代の棋士にもちょっとそういう章、なんかそういうの欲しいよな。1秒で1億と3手読む男みたいな。そういう異名欲しいよな。最近の将棋界ってちょっと異名不足ですよね。そこは非常に、こう、懸念されてる。そうなんですね。これ飛車打てんの気持ちいいけど、それがあるから。で次、香車のこう、串刺しあるでしょう？桂馬取られてもきついし。きつ。ただただきつ。いやー、まあ、香車受けて歩打つか、まあ、桂取りも見せて、はんや。まあ、取って。しかし、どう決められんの？これ。そんな死ぬ？これ。こっち。そんな死にます？そんなすぐ倒れたいのとなると、まあこっちも香車回収してからの香打ちからこう、串刺ししていくとか、そういうのあるんで、倒れなきゃよ。倒れなきゃみたいなとこありますけどね。まあでもさすがに何かあんねやろな。その何かが何かは見えてないんですけど、自分には。角。角成り同金同馬狙い。非常に受けにくい。桂馬使うんじゃな。そもそも桂馬って香車打ってこう、桂馬消しに来て、桂馬消してからの角成りとか狙われたらきついか。もう顔面で受けるか。同金に角成り。次しかも馬とか歩成りとかあるし。いや、払って。全然諦めてる。ああ、それあんのか。同金なら銀か。いや、引いて。全然諦めてないよ。いや、きっつ。きっつ。金かわしたら桂成り同金同馬。金寄っても歩叩かれる。まあ、銀打ちもあるか。まあ、でも普通は歩かな。歩で攻めれるなら、歩で攻めた方がいいんで、歩を打たれて、きつい気がする。
逆にここで止まるんかい。逆にここで止まるんかい。これこそノータイムで歩やろ。ま、銀か。か銀で詰み？ま、詰みまではないんかな、引いた。あ、詰んでる？引いといて。ま、同金は同桂なりでこっち数負けてるんで、引いといて。ま、詰みがあるかっていう兆候だったか。でも詰みはないと思うんやけどな。歩打ってきても、同銀。あ、ダダ詰みですやん。ん？ダダ詰みではないか。ちょっと待って。同金で金打ちで詰みかと思ったけど上がれるわ。え？あ、それで桂馬なればいいのか。もう全然読めてない。まあもう詰まなくても負けやからな。マジで化け物。タップミスしてもらえないと勝てません。ありがとうございました。